材料ですが、キャベツを3分の1から4分の1の量をざく切りにして、しらす干しを 70g、 あとベーコン5枚分を細切りにして、にんにく3かけ分を、食べやすい大きさにカットしていきます。あとパスタ 1.4mm のものを 300g 茹で上げておきます。今から炒めていきます。最初にフライパンに大さじ2のオリーブオイルとニンニクとベーコンの方を入れて香り立つまで炒めていきます。ニンニクが香り立ってきたらキャベツを加え、塩とブラックペッパーをお好みの量を振りかけて、キャベツがしんなりするまで軽く炒めていきます。キャベツがしんなりしてきたら、そこにしらすを入れて、あとお好みの量を唐辛子の輪切りの方を加えて少し炒め、パスタを投入していきます。パスタを入れて、軽くまたオリーブオイルを少し足して塩コショウで味を整えて完成です。とても美味しそうです。いい匂いしてます。はい、皆さん完成しました。コンプリートルックステーション、とっても美味しそうに出来上がりました。今春キャベツが美味しい季節なので、もしよかったらぜひ作ってみてください。今日もありがとうございました。 Thank you so much.